レンブラント・ファンデインの自画像、1655年頃、カラバッチを辞めるバッカス1593年から1594年自画像は、作者自らを対象とした肖像である。普通は、油彩画やドローイング、似顔絵などの絵画の形式であることが多いが、中には自らを刻んだ彫刻、自らを写した写真など、他の手法が使われることもある。また小説や、 ルポルタージュなどの中で、自らのことを書いた作品や自らの属する集団を描いた作品に、自画像と題されることがある。肖像画は、古くより存在したが、神仏や社会に使える存在だった画家が、自らの姿を描くようになったのはそう古いことでは、ない。古代ギリシアの彫刻家ベエディアスは、アテナ像の持つ盾の模様に、自身の姿を紛れ込ませた際、 不経済に問われたとされる。西洋では、ルネサンス期以降、画家や彫刻家は、宗教画の群衆の一部に自らを紛れ込ませたり、人物画のモデルとして紛争した、自分自身を使うなどオズオズと、自分自身を描くようになったが、それ以後の16世紀から17世紀にかけて、自画像は、公然となり、美術の重要なジャンルとなった。自らの姿を宗教画に紛れさせていた頃、 自画像を隅に描く目的は、画家自らの謙虚さを表すことだったが、後には自らの姿を晒すことへの恥じらい、あるいは画家の虚栄心や自己愛や地位小事の繁栄となった。自画像が盛んになると、自分の客観視を通じた自己探求、あるいは自分の理想化、自己の内面や存在の表現などが目的となっていった。自画像といえば、 自分自身のみを大きく描いたものが連想されるが、芸術家は自らの姿を集団の肖像の中に紛れさせることもある。また他人に扮した自らを描いたり写したりするものもおり、古くはカラバッチオがやめるバッカスなど自らがモデルとなった絵画を描いた。こうした変装自画像はモデル代を払う必要のない安上がりな手段として使われた事情もあったが、 20世紀には、シンディ・シャーマンや森村康政がこの手法で自らを映画や絵画の人物に仕立てている。また神経を病む画家が残した自画像は、後の美術師やや精神病研究者が画家の精神状態を分析したり、精神病患者の病状を分析するために使われることもある。美術評論家、ガリーナ・バシリエ・バシリアピナは自画像を大きく二つに分類している。 プロフェッショナルな自画像、作品の中に自分の姿形を描写したもの。パーソナルな自画像、画家自身の精神や心理まであらわにしようというもの。さらに次のような細分化も言っている。挿入型自画像、歴史画や宗教画などの主題に関係した人物たちの中に画家自身の肖像も隠れているもの。三列肖像画。権威型、象徴型自画像。 画家自身が歴史的英雄や宗教的人物に扮したもの。変装自画像の一種。集団肖像が家族や集団の肖像の中に画家自身も参加しているもの。個人型自画像、画家が一人だけで描かれているもの。芸術作品における芸術家自身の姿は古代エジプトの壁画や古代ギリシアのアンフォラの絵柄などに現れる。 特定の芸術家の自画像に関する最初期の言及は古代ギリシアの哲学者で電気作家のプルタルコスの書物に見られる。彫刻家ペエディアスはパルテノン神殿に収められる女神アテナの巨像を制作したがアテナの持つ盾に描かれたアマゾン族との戦いの中に自分自身に似た人物を彫ってしまったというアマゾン族とギリシャ人との戦いのモチーフはアテナ神像のほか。 神殿聖壁にも浮き彫りにされていた。ありがとうございます。